すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、定期的に食べたくなるタイラーメン、本日はこちらです。ドン。西武池袋線練馬駅から徒歩3分くらいのところにあります麺処小峰さんにお邪魔してます。今年オープンの新店で素材にこだわったマダイラーメンがいただけるということで、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、麺処小峰さん、出血です。今回はマダイ濃厚味玉と店主さんおすすめの鯛造水用鯛めしの小をプッシュしました。替え玉もいろいろ種類があって楽しそうだなと思いながら待ってるぞ。こちらが小峰さんのマダイ濃厚味玉です。おーい、色とりどりなトッピングに鯛が香る濃厚スープが食欲そそる。締めの雑炊まで今から楽しみだぞってことで、いただきます。ではまずスープを一口。ぬぬーん。濃厚といえど上品な味わいで、鯛の香りや風味は存在万歳。僕26歳、飲みの帰りにフラッと寄っちゃう、そんな印象です。さてお次に中細で少しウェーブのかかった麺を1、2のそそる。スープがおしとやかな分、インパクトは麺に軍配が上がりますが、つるっとすすれる感じは満足感を演出。岩のりを多めに絡めれば、磯感のおかげで海のパワーがアップして、岩熊も岩村も多分夢中ですすります。さあここで丸いチャーシュー。少し炙られた香ばしさと脂身&味しみがバッチリなタイプで、がっつり大好きさんもこれにはにっこり。もしかしてこれがにっこりの魔法なんでしょうか。てな感じで次から次へとすすりまくって、もう麺がないなと確認したら、いよいよ締めの鯛造水やっちゃいましょう。残ったスープをどんどん投入して全体を混ぜてなじませたら、よっしゃ食らう。すごい、鯛のほぐし身が入っているおかげか、鯛の旨味がアップしていて、ご覧の通り最初からクライマックス。ある程度食べ進めたら、付属のわさびを入れてもう一度食らってみると、お分かりの通り全体がキリッと締まり、さらにうまくラストまで駆け抜けます。そんなこんなでラストはしっかり味玉で締めくくり、本日も完食です。大変美味しくすすれました。つるつるっとすすれちゃう上品で穏やかな一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、小峰さんに行ってきたんですけれども、濃厚を食べたんですけど、口当たりは結構あっさりで、がっつりタイラーメンっていう感じじゃなくて、風味や香りにタイがいるといった感じで、そこまでがっつりとしたタイラーメンではなかったですね。雑味などはなかったので、すごく食べやすいタイラーメンでした。岩のりを絡めてすすると、タイと岩のりのダブル海コラボで、スープに岩のりの磯感が足される感じ、あの感じすごく好きですね。締めは雑炊風にしていただきました。小でも結構大きめで、かなりボリュームあって満足感バッチリでしたね。個人的にはスープにもっとタイの旨味があれば、さらに美味しいただけるんじゃないかと、そう思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺処小峰さん、最後は雑炊で締めたいわ。はい、